さあ本日も寝静まり酒やってまいりました。家にね何にもなかったのでローソンでいろいろと買ってきました。それがこちらです。今ローソンでは盛りすぎチャレンジというキャンペーンをやっております。新宿中村屋監修カツカレー、カツ1個増量、デカラ揚げくん、チーズレッド味、でかいね。そしておにぎりの和風シーチキンマヨネーズ 47% 増量、バスチー、こちらも 47% 増量中。さてカレーからいこうか。とまあその前に、ね、本日のおビールはこちらでございます。金麦糖質 75% オフ。サントリーですけど、朝日のグラス、すいません。おい、乾杯せんかい。じゃあ早速、これ、開けちゃおう。だいぶこぼれちゃったね。でもすごいボリューム。カツの数が尋常じゃないよ。普通はこれとんかつ1枚ですが、これは2枚乗ってて同じ値段。カツカレーもいいんですが、このカレーかかってないとこね、カレーかかってないとこちょっとね、避けちゃいます。分厚いよ。もうおソースね、ウスターをこれでまずはカツ行こうじゃない。いただきます。普通にトンカツとして、ん、柔らかっ、めっちゃ柔らかい。これだけでちょっと待って、相当飲めるよ。こっち側にはかけてません。まだこっちにはポン酢、和風でもいっちゃうんだな。いろいろ楽しんでんな。おろしポン酢とんかつ、カレーの前にちょっと楽しみすぎかな。鬼のゆずポン酢をかけて、あ、これはこれでバカうま。スパイシーで美味しい。で、このルーをね、ぐちゃぐちゃにかけたカツ、うん、あ、うまいわ。酒飲みながらこれ食うとちょっと腹パチパチなるな。食えるかなこれ。デカラ、デカラ揚げくんもあるからな。デカラ、これ言いにくいねんな俺。デカカラ揚げくんにしてくれへんかな。デカラ揚げくんやね。デカラ揚げくん。で切ったらいいんか。デカラ揚げくん。ずっと何言うてんねん。デカラ揚げくん。デカラ揚げくん。どこで切るんが正解なんでしょう。もう晩ご飯はね、もちろん今回も食べておりません。でも食えるか心配、酒飲んでると。カツ、カレー、米、カツカレー、そらそうやろ。うまいわ。
本ビールかな。うん、いやー美味しい。これまた金麦の糖質 75% オフ、これがもう飲みやすいからスイスイいくね。カレーももちろんうまいんやけれども、このポン酢との相性が抜群にいいよ。抜群。うん、なんで俺噛んでいったんやろ。せっかくグラスに入れてんの。これあるあるかな。自分がもうおっさんやというのを忘れて買ってしまった。まあまあ明日の朝もね食べれますから。こっちも気になるのよ。で、唐揚げくん、これ中身がこちら。いやー、でかいね。外はチーズ、中はレッド。だからまあ両方楽しめるってことでしょうか。何個入ってんのこれ。 1,2,3,4,5,6 個かな。うん、で多分でかいのよね、1個が。で、普通の唐揚げくんと同じ値段。これが結構ね、大きいよ。いただきます。うん、あ、うまい。あ、最初チーズがバーっときて、あ、チーズ味なんかなと思ったら辛みがくるね。中のチキンが辛い。ちょっと断面すみません、僕の食べかけで。ほんまにすみません。ちょっと分かりにくいけれども、化粧品みたいにしちゃおうかしら。すな、これ美味しいわ。いや、ちょっと待って、これあのこれとかこうだけどたどり着かんよ、これ。今日は明日の朝ごはんにするわ、これ。ということで、本当に翌日の朝ごはんにしました。撮影はみきおです。でかない。これが美味しい。ほら、顔と比べて小さいね、顔と比べたら。ほな、比べんな。シェアも全然ありやね、これ。一人で食うには多いけど、何人かで分けながら食えるぐらいの量ある。うん、特におっさんはチーズレッド味でしょ。チーズレッド&カレー。うん、まずカレーが来て、うん、なんやねん、カレーが来てからなんやねん。あっという間に2本目なくなりました。これミキオ起きてけへんかな。食わしたいわ、もう。量的にも味的にもうまいから。ちょっとまた明日朝食べます。うん、ビール飲んだら腹パチパチになる。うん、ちょっとチーズケーキ行きたいからウイスキーやったか見てきます。冷凍庫にね、バランタインちょっとだけ残ってます。うわー、いっぱい分ぐらいかな。ほんまに最後の最後まで入れよう。これぐらい、まあまあええか。炭酸もね、これぐらいしかない。全部ギリギリやな。音じゃないですか、これ。ちょっとすいません、口から。バランタインのね、あの風味。さあ、ということでこのチーズケーキね、バスク風チーズケーキ、これがね、チーズ濃厚でぎっしりとしててね、酒に合うんですよ。バスクチーズ47% 増量、ほぼ 1.5 倍。でかいよ。どれどれ、断面ね。いただきます。うん、あ、
濃厚で。合うね。だいぶチーズが主張してる濃いやつやから。うん。ハイボールによ。ローソンね、2軒もありましたからね、僕。品切れ中ですみたいなとこもあってね。ロールケーキもなんかあるらしくて。ロールケーキの上、クリームもこーんみたいな。スイーツは別腹とはよく言うたもんやね。なんか腹いっぱいでもね、チビ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 いっちゃう。うん。なんか今が第1弾で、うん。第2弾とかもあるみたいから、僕はこれチビチビやりながら、はい。まだまだお酒飲んでいくんで。ということで、本日は以上でございます。チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。